今日はポポラマーマに行ってみたいと思います。まあ練習参加の前にね、ちょっとあの腹ごしらえはしましょうね。今日はイタリアン、おいしい。ここはね、あの僕が学生時代から通ってたポポラマーマさんです。はい、学生に優しい、はい、ここでナンパしました。ここね、はい、ここで女の子ナンパしました。はい、ありがとうございます。あれ、年代に S 君がいる。え、やらせてもらいます。ちょ、あの僕に言うぐらいちゃんと言ってね、現役選手に。だってプレー中俺に100個ぐらい言うことあるでしょ。それもあいつらにバシッと言ってください。今日お前はチームメイトだから、俺今日お邪魔させてもらったし。俺じゃあ言わない、グッとこらえんの。こらえるとか何も思わないじゃん。俺今日リハビリしに来てるから。ありがたいことに参加させていただいて、よろしくお願いします。はい、いや、狙ってるんですか。いや、でもニヤニヤ来てほしい。あ、そうそう、あ、そこは突っ込まなきゃダメですよね。もっと要求していいですよ。でも結構ニヤボール。いやいや、スピード良かったんですけどね。お疲れ様です。ちょっと練習風景はあのクロスの2本ぐらいしか取れなかったんですけど、まあ、その後一緒に2対2とちょっと参加して、はい、どうですか体のコンディション的には。全然動けない。リハビリになりました。いや、リハビリにはめちゃくちゃなった。ありがたい。なんかちょっとうちの生徒も喜んでましたね、翔平くんが来てくれたことに対して。え、いや、もちろん。なんかおもろいやついた？おもろいやつは特にない。特にでもなんか翔平さん握手してくださいとか、なんかこういないの。あ、いないんだ。一人で最後の写真撮ってくれ。あ、そうやっぱね、そういう選手がね減ってきてるのよね。翔ちゃんも連れてきてください言われた。翔ちゃん91を知ってんのかね、彼らも。左利きなんで。あ、そう。いや、本当にあの年末からね、結構年末と、中学生の 大会と結構うちの学校に携わってくれて嬉しい限りです、本当に。はい、いやすごい研究じゃないですか。練習場所ないからね、本当に。ああ、確かにこの素敵なグラウンドでね、できてるっていうのはもう幸せですわ。いや、じゃあ明日が試合なんですか。あの怪我には気をつけてください。最近ちょっとトレーニングいっぱいやってるんで。しすぎだね。はい、なんで、まあ、じゃあちょっとあのね、まあ、今日やってもらったあの彼らは、うちの学校の生徒たちは、まあ、プロとかそういうのを目指してるレベルではないんですけど、やっぱあのこの学校の、まあ、学年で決めた目標みたいなのを、目標にして、まあ、日々活動してるんですけど、まあ、そういったカテゴリーの子たちにもなんかこういい一言メッセージを。
けど、目標に頑張ってるからいいんだよ、ね、プロとかじゃないけど、はい、サッカーなんて楽しんでなんぼなんで、はい、俺もエンジョイ勢なんで、やることが楽しいからね、何かに向かって頑張ればいいでしょチームで。すいません、聞いてなかったですじゃあ、 明日インターハイなんで、インターハイ予選なんで、インターハイ、全インターハイ予選を挑む選手に一言最後お願いします。頑張ってください。ありがとうございますえ、君コーチ？え、僕はね、あのおっさん、 OB おっさんちゃうざいですはい、今日お疲れ様でした。さよなら。ありがとうございます。